胃腸炎とは、感染性下痢、ガストロとも知られ、消化管異及び、小腸の炎症を特徴とする疾患であり、発熱、下痢、嘔吐、腹痛及び腹部痙攣などの症状を呈する。食物によって生じるものは食中毒とも称される。山陰地方では、感染性胃腸炎のことを腸官房とも呼ぶ。世界的に見て、 小児の発症例のほとんどが、ロタウイルスによるものである。成人では、ノロウイルス及びカンピロバクターに起因するものが、最も多い。ついでその他の細菌や寄生虫を原因とするものが、よく見られる。調理が不適切な食品や汚染された水を摂取したり、感染者との密接な接触などによって感染する。治療の基本は十分な水分補給である。 軽度、または、中等度の症例では、経口補水液の補給が効果的である。重症例になると常脈薬内有液が必要となる場合がある。胃腸炎では通常ゲリとオートの双方が見られることが多く、また頻度は下がるものの、そのいずれかのみが見られることもある。腹部経炎を生じる場合もある。症状及び症候は通常。 感染から12から72時間で発言し始める。ウイルス性胃腸炎の場合、症状は通常1週間以内に警戒し、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛を伴うことがある。血便が見られる場合、ウイルス性である、可能性は低く、細菌感染が疑われる。一部の細菌感染では重度の腹痛を伴い、数週間続くことがある。 ロタウイルスに感染した小児は、通常3から8日以内に全開する。ただし貧困国では重度の感染に対する治療が、行き届かないことが多く、下痢が長引くことが多い。下痢の合併症として脱水が頻繁に見られる。脱水の程度が顕著な小児例では、毛細血管最重万時間が長く、皮膚の張りの低下、呼吸異常などが見られる。 衛生状態が悪く栄養失調の見られる地域では感染を繰り返すことも多く発育不全や長期的な認知機能の発達遅延をもたらす場合がある。カンピロバクター属細菌感染者の1%が反応性関節炎を0.1%がギランバレー症候群を発症する。シガ毒素を産生する腸管出血性大腸菌や赤リ菌に感染すると 結晶板減少や腎不全、溶血性貧血の結果、溶血性尿毒症症候群を発症することがある。小児の方が成人よりも HUS を発症しやすい。ウイルス感染では、良性症に転換をきたすこともある。ウイルス及び、大腸菌やカンピロバクター属菌などの細菌が胃腸炎の主な原因である。感染リスクは、小児の方が高くなっており、 これは、免疫が不十分であったり不衛生になりやすいためで、ある。急性胃腸炎の原因として知られるウイルスには、ロタウイルス、ノロウイルス、アストロウイルス、アデノウイルスなどがある。ウイルス性胃腸炎の中で、臨床的な意義が確立されているのはロタウイルス、ノロウイルス、サポウイルス、アデノウイルス、アストロウイルスの5種類である。小児の胃腸炎ではロタウイルスが、 最も多く、先進国でも発展途上国でも、発症率は同程度である。小児の感染性下痢の70%が、ウイルスによるものである。成人は、獲得免疫を有するため、ロタウイルス感染はあまり見られない。アメリカでは、ノロウイルスが成人の胃腸炎の主要な原因となっており、集団発生の90%以上がこの、ウイルスによるものである。 このような原局性の流行は、クルーズ客船や病院、レストランなど、人々が密接した空間で過ごしている時に、発生しやすい。下痢が収まった後も、保健者の感染性は持続しており、1ヶ月、程度ウイルスを排出し続ける。小児の感染例の、約10%は、ノロウイルスによるものである。サルモネラアンテリカ血清型タイフィムリウムグラム。 染色後100倍で、観察先進国では、カンピロバクタージェジュニが細菌性胃腸炎の主な原因となっており、その半数は過菌との接触によるものである。小児では、細菌が感染例の15%の原因となっており、最もよく見られるものに、大腸菌、サルモネラ菌、セキリ菌、カンピロバクター属などがある。 細菌に汚染された食品を常温で数時間、放置すると細菌が増殖し、その食品を食べた場合の感染リスクが上昇する。中でも食中毒の原因としてよく見られるものに、生肉や加熱が不十分な食肉、花菌、海鮮類、卵、生のスプラウト、低温殺菌されていない牛乳、ソフトチーズ、果物や野菜のジュースなどがある。発展途上国では、 これらが胃腸炎の原因としてよく見られ、多くは汚染された水や食品による感染である。高齢者では、毒素酸性型クロストリディオイデスディフィシルも、また下痢の原因として重要である。乳幼児も無症候でこの細菌を補菌していることがある。入院患者の下痢の原因としてよく見られ、抗生物質の使用が誘発していることが多い。 黄色ブドウ球菌感染による下痢も、また、抗生物質を使用している患者に発生することがある。旅行者下痢の多くは、細菌性胃腸炎の一種である。胃酸分泌抑制剤の使用もまた、クロストリディオイデスディフィシル、サルモネラ菌、カンピロバクター属など、多数の微生物への暴露から感染につながるリスクを上昇させるようである。このリスクは、 ヒスタミン H に受容体喫抗薬よりも、プロトンポンプ阻害薬を摂取している患者の方が高くなっている。様々な原生動物が胃腸炎の原因となりうる。特によく見られるのが、ランブルベンモームシであるが、セキュリアメーバーやクリプトスポリジウムもまた原因となりうる。このような病原体によるものが小児発症例の10%を占める。 ジアルジア症は発展途上国によく見られるが、ランブルベンモーム氏による、このタイプの疾患は、世界中ほぼどこでも起こりうる。この疾患は、有病率の高い地域への旅行者や保育所に通う、症に、男性間の成功、災害時などに発生しやすくなる。汚染水の摂取や、身の回り品の供用などによって伝染する。 雨季と寒季のある地域では寒季に水質が悪化するため、集団発生につながりやすい。四季のある地域では冬に感染が増える。世界的に見て、哺乳瓶の不衛生な管理が大きな原因となっている。感染率は不衛生にも相関しており、特に小児や、大助体、栄養状態の悪い集団には、その影響が顕著である。体制がつくため、 成人の場合何ら症状を呈さずに病原体を補菌していることがある。セキリ力キ菌など一部の病原体の感染はサルメに限られる一方、多岐にわたる動物に感染するものもある。消化管の炎症を引き起こす原因には、非感染性のものも数多く存在する。よく見られるものには、 医薬品、ラクトースやグルテンを含む食品などが挙げられる。クローン病も、また、非感染性の胃腸炎を引き起こし、その症状の多くは重度である。また、毒素によるものもある。食品が原因となって、吐き気や嘔吐、下痢を引き起こすものには、捕食によって汚染された魚類を摂取することによる、シガテラ中毒、腐敗した魚の摂取による、ヒスタミン中毒、フグによる、 テトドロドキシン中毒、保存状態の悪い食品が原因となることの多い、ボツリヌス中毒などが挙げられる。胃腸炎は、小腸や大腸の感染による嘔吐、オート下痢を特徴とする。小腸に見られる変化は非炎症性であることが多いが、大腸では、炎症性である。感染を引き起こす、病原体数は、クリプトスポリジウムの一株から、コレラ菌の108株まで様々である。 胃腸炎は患者の兆候及び症状をもとに臨床診断される。直接的な原因を判別することは治療法を左右するものではないため通常必要とされない。ただし、糞便中に鮮血がある場合や食中毒が疑われる場合、最近発展途上国に滞在歴のある患者の場合には 検便を実施する必要がある。また、監視のため診断試験を実施することがある。乳児及び小児の約10%に低血糖が見られるため、この年齢層の患者には血清グルコース濃度の測定が推奨される。重度の脱水が疑われる場合は、電解液及び腎機能を確認する必要がある。診断の上では、 患者が脱水をきたしているかどうかの判断が重要となる。脱水の程度は通常、軽度、中等度及び重度に分けられる小児の場合、中等度または重度の脱水を示す最も正確な兆候は、毛細血管最10万時間の延長、皮膚弾力の低下、呼吸異常である。この他、併用するのに有用な所見として、目のくぼみ、活動性の低下、 目や口の渇きなどが挙げられる。正常な排尿と飲み水が見られれば危険度は少ない。脱水の程度を明らかにする上で、臨床検査はあまり有益ではない。胃腸炎でなくとも似た兆候及び症状を呈することのあるものに、虫垂炎、腸粘点、炎症性腸疾患、尿路感染症及び糖尿病などがあり、鑑別が必要である。このほか水不全。 単調症候群、ウィップル病、セリアック病、シャゲ薬中毒も考慮する必要がある。鑑別診断はオート、または下痢のいずれかのみを呈する患者の方が、双方の症状を呈する患者よりも幾分、複雑化する。中水炎の場合、前例の33%にオート、腹痛、少量の下痢が見られる。胃腸炎の下痢は、 通常多量であるという点で対比している。小児の場合、肺や尿路に感染がある場合も、嘔吐や下痢を引き起こすことがある。糖尿病性アとドーシスも払いた、吐き気嘔吐などの症状を呈するが、下痢は見られない。ある試験によれば、どかの小児の17%が最初は胃腸炎と診断されている。 報告集別ロタウイルス試験陽性の割合汚染されていない水を容易に利用できるようにし、習慣的に良い衛生状態を保つことが、感染や臨床的に有意な胃腸炎の発生率を減少させる上で重要である。各個人の手洗い等の実践が、途上国でも先進国でも胃腸炎の有病率を30%も減少させることがわかっている。消毒用。 アルコールジェルも効果的である。衛生状態の悪い地域では特に全体的な衛生状態の改善と並んで授乳が重要な役割を果たす。母乳は感染の頻度と感染期間のいずれも減少させる。汚染された食品や飲料を避けることもまた効果的である。世界保健機関は2009年に清双方の点で 全世界的に小児へのロタウイルスワクチン投与を推奨している。市場には2種のロタウイルスワクチンがすでに存在し、さらに数種が開発中である。アフリカ及びアジアではこのワクチンが小児の重度の胃腸炎を減少させており、国家予防接種プログラムを実施している国々では、疾患の発症率と重症度が低下している。このワクチンは他にも、 感染循環を減少させることによってワクチン未投与の承認にも予防効果が見られる。2000年から実施されたアメリカ合衆国でのロタウイルスワクチン投与プログラムによって下痢の症例数が実に80%も減少している。ワクチンの初回投与は生後6週から15週の間に投与することが望ましい。 蛍光コレラワクチンは2年以上にわたって50から60%の有効性が確認されている。胃腸炎は通常急性の自己制限疾患であり、投薬は必要としない。軽度内視中等度の脱水には蛍光補水液による治療がよく用いられる。ただし、小児にはメトクロプラミドや温暖セトロンが治療の助けとなることがある。腹痛の治療には ブチルスコポラミンが有用である。小児成人ともに、胃腸炎の一時治療は、水分補給である。蛍光補水液による、水分補給が適しているが、意識レベルの低下が見られる場合や脱水が重度である。場合、点滴上脈注射による輸液が必要となることがある。蛍光補水液は、炭糖類を含むものより、複合炭水化物から作られたものの方が好ましい。 ソフトドリンクやフルーツジュースなどの単糖類を特に多く含む飲料は下痢を増悪させることがあるため推奨されない。経口補水液が手に入らない場合や患者が好まない場合、これよりも効果は落ちるが純粋な水を用いることもある。必要性がある場合、小児には警備カテーテルを使用することもある。一方、小児の軽症胃腸炎患者に対しては、 二倍希釈のリンゴジュースを用いると治療失敗が少ないとの報告がある。母乳で育てている乳児には普段通り母乳を与えることが望ましく、乳児用流動食を与えている乳児には、嘔吐による水分補給後速やかに同じ乳児用流動食を与えることが推奨されている。無乳糖または低乳糖の流動食を与える必要はない。小児には、 下痢が続く間も通常の食事を続けさせることが望ましいが、例外として担当を多く含む食品は避けるようにする。ブラッドダイエットは栄養分が不足しており、通常の食事と比べて便益性が高いわけでもないため、現在では推奨されていない。一部のプロバイオティックスは回復までの時間と下痢の頻度をいずれも減少させる効果があることが示されている。 また、抗生物質によって引き起こされる、下痢の予防と治療にも有用である。発酵乳製品も同じく有益である。発展途上国では、亜鉛の補給が、小児の下痢の治療及び予防いずれにも、効果的であると考えられている。生徒薬の投与は、小児の王との治療の一助となる。温暖セトロンには一定の有益性があり、単回投与によって、 上脈内輸液や入院の必要性を低下させ、オート回数を減少させる。メトクロプラミドもまた場合によっては有用である。ただし、温暖セトロンの使用が小児の再入院率を上昇させる可能性がある。温暖セトロンの上脈内投与が臨床的に難しい場合は、蛍光投与も可能である。地面日取りの後は、オートを減少させはするものの、 臨床的に優位な便液性は認められない。抗生物質は、通常胃腸炎の治療には用いられないが、症状が特に重度の場合や、細菌性の原因が特定されるか疑われる場合に、限り推奨されることがある。抗生物質を用いる必要がある場合、キノロン系より、マクロライド系抗生物質の方が、抵抗率が高いため好ましい。 通常、抗生物質の使用によって引き起こされる、疑膜性大腸炎は、原因となった、抗生物質の投与を中止し、メトロニダゾール、またはバンコマイシンを用いて治療する。治療の効果が現れやすい細菌及び、原生動物は、セキリ菌、腸チ,チフス、ジアルジア属である。ジアルジア属や赤リア名馬を原因とするものは、チニダゾールによる治療が推奨されており、 メトロニダゾールよりも優れている。世界保健機関は、地症下痢及び発熱いずれも見られる乳幼児には、抗生物質の使用を推奨している。腸管運動抑制剤の投与は、理論上合併症を引き起こすリスクが高いとされており、臨床経験からは、その可能性は、高くないと示されているものの、やはり地症下痢や発熱を伴う、下痢のある患者には、 使用を控えるべきである。オピオイド作動薬の一つであるロペラミドは、下痢の対象療法としてよく用いられるが、小児に対しては、未成熟な血液脳関門を通過して、毒性を持ちるため推奨されていない。酸化ビスマスとサルチル酸オの費用改正、複合体であるジサリチル酸ビスマスは、軽度内視中等度の症例に用いることができるが、 理論上サルチル酸中毒をきたす可能性がある。2004年における10万人あたりの下痢についての障害調整生命年胃腸炎は年間ベースで全世界的に30億から50億例が発症しており、そのうち140万例が死亡していると見積もられており、中でも小に及び発展途上国の住人の感染例が中心となっている。 2011年現在、5歳未満の小児17億、例中70万例が死亡しており、そのほとんどが貧困国で起こっている。死亡例のうち45万例以上が5歳未満の小児のロタウイルス感染によるものである。これらの年間発症数は300から500万例であり、約10万人が死亡している。 発展途上国では2歳未満の小児が毎年6回以上の頻度で臨床的に重大な胃腸炎を発症している。成人は獲得免疫を有するため小児ほど頻度は高くない。1980年には何らかの胃腸炎によって460万例の小児が死亡しており、過半数が発展途上国で発生している。しかし2000年までには、 死亡率が著名に減少している。これは、蛍光補水液の導入と普及によるところが大きい。アメリカ合衆国では、胃腸炎感染が風に次いで2番目に多い感染症であり、2億から3億7500万例が、急性下痢をきたし、年間約1万人が死亡している。そのうち150から300例が5歳未満の小児である。 胃腸炎に対するワクチンが多数開発中であり、例えば細菌性胃腸炎の二大原因菌である、セキリ菌や毒素原性大腸菌に対するワクチンが開発中である。猫や犬も病原体によって胃腸炎を発症する。特に頻繁に見られるのが、カンピロバクター、クロストリジウムディフィシル、クロストリジウム、パーフリンジェンス、サルモネラ菌である。また、 有毒植物も胃腸炎の原因となる。伝染性胃腸炎コロナウイルスは豚に感染する。感染源は野鳥であると考えられており、特定の治療法はない。ただし、人への感染性はない。ありがとうございます。